ください。彼にはいくつもの顔があります。韓国の人気アイドル JYJ のジュンス。ミュージカル俳優として実力を発揮し、数々の賞に輝いたキム・ジュンス。ソロアーティスト、シア。その歌が自分がシアとして存在している原動力。K-POP を牽引するトップスターは、数えで30歳を迎えた今、それぞれの顔と向き合っています。今一人でやってるからもこそ、もっとなんか完璧にやらないと。舞台に立つ覚悟と使命、そこから生まれる新しい自分を見つけるために。ジュンスの旅が始まりました。シアとして5回目のアジアツアー。日本公演は名古屋、神戸を回り、まもなく横浜へやってきます。この日はソウルでの公演2日目。ソウル갈게요。リハーサルにも熱が入ります。圧倒的なダンスパフォーマンスはもちろん、存在感のある歌唱力を武器にヒップホップ、タンゴなど様々な楽曲に挑戦しているジュンス。そんな彼にとって歌とは一体何なのか。ソロアーティストシアとして一体何を観客に伝えようとしているのか、彼の今を知りたくて単独インタビューをさせていただきました。まあやっぱり最初始めたにも歌で、歌手として始まったし、その歌が自分がシアとして存在している原動力っていうか、基本というか、基本ですよね。でもその基本を一番忠実にしていきたいっていう、そういう気持ちだけですよ。もうその以上にもいかにもなくて、その基本を守っていくだけで。今回のツアータイトル「シグニチャー」はソロとして出す4枚目のアルバムのタイトルでもあります。ソロネームのシアと署名という意味のシグニチャーを合わせた合成語なのだそう。そうですね、合成語でシグニチャーじゃなくてシグニチャーになってますけど、アルバムを作る時から自分はコンサートを考えながら、コンサートを想像しながらアルバムをなんか作っていきますよね。なんかアルバムを、正直アルバムを出すのもコンサートをためにというか、それはなんていうか、正直なんか、まあ、日本は今もアルバムが結構出てますけど、韓国では10曲以上になっているアルバム最近はあんまりないですね。でもそれをずっとなんか守っていきたい、そういう自分のなんか信念はファンの皆さんから、お客さんからもらっている、そういう応援の愛の、そのそういうなんか愛でできるようなことじゃないかなと思って、毎回なんかコンサートやっぱりなんかその前作にあった曲の流れで、それをちょっとなんか違う、それ順番だけちょっと変えたり、その曲をなんかちょっとアレンジだけにしたりして、1曲とか2曲シングル出してもコンサートできればできますよ。でもそれはなんか裏切っちゃう
ファンに、ファンからもらってるその中愛に自分が裏切っちゃう。新しいコンサートでは全て新しい歌で挑み、新しい自分を見せる。それがファンの期待に応えることだと彼は言います。たとえリハーサルでも決して手を抜かず、ジャンルの違うさまざまな曲を一つ一つ丁寧に歌い、踊りを確かめるジュンス。そんなひたむきな彼の姿に、舞台に向かう誠実な気持ちが現れていました。舞台に立つことだけには、それだけには本当に真面目に一番その全力で最大限力を全部出していきたいって、そういうなんか気持ちが毎回ありますよね。お客さんから毎回、まあ、そう言ってくれますよね。いつでも投資めっちゃ取って、自分がなんか老人になって時も歌ったりしたら絶対来るよって言ってくれても、なんか自分は自分なりのなんかアーティストとしてのなんかプライドがあるじゃないですか。やっぱりそのなんか言葉とかその気持ちは十分自分を知っているし分かってるし感謝してますけど、なんかアーティストとしてはなんていうか、客観的に自分が考えてもいいパフォーマンスとかいい歌を歌える時まで舞台に立ちたいという気持ちですよね、はい。それは大体どのくらいの年になったらとか。それは分かんないですね。それは正直分かんないんですけど、会場的にももうなんか。小さくなっても自分の声、自分の歌が聞きたいお客さんがいれば、満足できるほど満足できるその時までにはずっとなんか歌いたい、そういう気持ちですよね。最初始めたにも歌で、歌手として始まったし、その歌が自分が視野として存在している原動力っていうか基本というか基本ですよね。でもその基本を一番忠実にしていきたいっていう、そういう気持ちだけですよ。もうその以上にもいかにもなくて、その基本を守っていくだけで、その基本のためにやっぱりとてもレッスンやっぱり今でもなさってると思うんですけども、はい、やっぱりとてもそれは自分の中で時間をかけてやっているところであったりしますか？いろいろありますよね。まあ、やっぱり最近はなんか筋トレ、筋トレを正直なんか真剣に頑張ってやった時はあんまりなかったんですけど、今までなかったですよね。でも最近はちょっと頑張って、やっぱりそれもありますし、30代にも完璧に踊れるっていうのもなんか見せるたい、そういう気持ちもあり、まあやっぱり今回のパフォーマンスも本当になんか激しくて、なんか曲のそのなんかなんていうか、その順番的にもダンスの曲はその前回のコンサートよりもっとなんか増えちゃったんですよ。なんか結構その前回までは半分はもうバラードとダンスの曲のその幅が半分ぐらいずつだったんですけど、今はなんか3分の2ぐらいがダンス曲で今仕上がってますので、だからもっとなんか体力的にもっと上がらないとダメな、なんか危ないなと思って筋トレもトレーニングもやってるし。ジュンスが今回のアルバムで最も力を注いだ曲、ロック・ザ・ワールド。
네가무대에오르면그건폭죽과똑같이같이폭발할것같이내방아쇠를당겨우우나미쳐가ジュンス自身が手掛けた歌詞にはモテる全てのエネルギーを燃焼させ今この時を全力で生きる彼の歌への覚悟揺るぎない信念が感じられます。ソロアーティストシアとしてアジアツアーに挑むジュンス。一体どんな心構えでコンサート本番を迎えるのでしょう。こんにちは。日本のテレビです。MX TV と言います。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。コンサートの前にこうやってあとメイクしてる時とかで、はい、こう考えることっていつも何かあるんですか。あ、今ですよね、今。はい、今。まあ、毎回違いますけど、はい、でライブなんか全体的なそういうなんかコンサートの全体的なそういう最初から最後までのその雰囲気とかその曲の順番の流れがあるんじゃないですか、はい、それに対して一曲一曲をなんか、まあ、パフォーマンスとか歌詞とかをなんか繰り返して確認してる感じですか。そうですね、確認したりこういうところではどういうふうに歌うのがいいかとか、まあ、そういうのを全体的に最初から最後までちょっと考えてみる方法で、なんかそういう系で、ですよね。 100% 以上の自分を出したいために何かするおまじないみたいなのありますか。おまじない、何か、願うこと、願い事、やる前に そういうのとかはあんまりないんですけど、なんか必ず食べるとか飲むとか一緒になんかダンサーさんの皆さんとかなんか一緒になんかそのなんかステージを作っていく、はい、スタッフさんとファイトしながら力を出しますね。だからやっぱりそれ やるとなんか気持ち自体がなんか変わりますので。ファイトしてからなんか、はい、自分からいきなり最初から一応なんか盛り上がったままで出ますね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここでアルバムシグニチャーからもう一曲スイートメロディー。そしてジュンスからお知らせがあります。こんにちは、ジュンスです。皆さん、追加公演が決まりました。パシフィック横浜で会いましょう。너를사랑해널보면항상조심스러워져오늘도멍하니바라보기만하죠돌아간듯해어서날떠밀어줘바도야ソロのコンサートツアーは今回で5回目を数えるジュンス。グループではなく一人でのステージに違いは？やっぱりメンバーと一緒に今まで上がってきたんじゃないですか。今まで来たのを
今一人でやってるからこそもっとなんか完璧にやらないとっていうなんかそういう責任感、そういうのもちょっとやっぱり増えてるし、でもまあ一緒に今横に毎回今入れなくても、でも気持ち的にずっとなんか感じてるから、それとグループのなんかその違さはあんまりないんですけど、昔と今のコンサートでなんかやっている自分はちょっと全然違ってますよね。昔はなんかそういうことをなんかアーティストはなんか面白い言葉とか面白いコメントとかなんか一緒になんか会話したりしなくてもなんかいいパフォーマンスといい歌だけを聞かせるとそれだけで十分じゃないっていう、そういう気持ちがちょっとあったんですよね。でもあそれはちょっと違かった間違ったっていうのをコンサートをやりながらずっと感じてますね。やっぱりその以外のなんか気持ち的になんか交換している、会話しながら交換している、まあやっぱりまあ頑張ってもそれがやっぱりそのなんか限界はありますけど、なるべくできるほど自分がなんか近づけるようにずっとなんか声をかけたりするのが本当に重要な部分だったのを最近感じました。ジュースのコンサートでは毎回ファンと触れ合うコーナーがあります。会場からランダムに選んだ3人それぞれの願いを叶えるというもの。本当に、まあ、ありがたいそういう気持ちもたくさんあるのが、正直なんか3つしか選ばないじゃないですか。それをみんな知ってるのに自分がもし選ばれるかもしれないから全部準備してるのはまあ何百あるじゃないですか。その気持ちが本当にありがたいですよね。はい、ファンの気持ちが、お客さんの反応っていうのは韓国の場合と日本の場合とちょっと随分違うところってありますか？やっぱりそれがまあ人によってみんな違いますと思いますけど、なんか日本だけのなんかちょっと面白いのはなんかちょっとなんていうかなんか下ネタなんか下ネタ風のなんか話をするのをなんかちょっと好きみたい。受けますか？すごく危ないかななんかでもなんかやっぱりその解除でできるようなそのくらいのそのレベルの下ネタになりますけど、なんかもっと喜んでくれるっていう、みんななんかジュンさんの恋人になりたい人がいっぱいいるからじゃないですか。ああそうなのかなかなので、まあ、よくわかんないですけど、はい、そやっぱりそういうなんか反応、はいはい、圧ですね、うん、そういう言葉をしたら、うん、そういう話をしたらもうちょっと熱いっていうか、はい、なるほど、そういう気がします。日本に行ったら必ずなんかこう行くところとか食べるものとか何かありますか？大好きなものとか。何個ありますけど、うん、やっぱり自分は日本でなんかひつまぶし一番ひつまぶしですか？大好きなので、うなぎの、はい、名古屋行ったら、はい、毎回行くお店があります。大阪はやっぱりたこ焼きとかお好み焼き好きで、自分はなんか全部その地方に行って そのなんか町の一番有名なっていうか、そういうそれで日本語じゃなくてしたっけ、名物、そうそう、ああそれ思い出名物をなんか食べるようにしている方ですよね。インタビューは日本語で答えてくれたジュンス。飾らない素顔、キレのあるダンス、セクシーな歌声、
そのどれもがキム・ジュンスであり、シアであり、歌に生きる一人の男なのでしょう。毎回毎回お客さんがたくさん来てくるんじゃないですか。でも今はそんなになんか番組とかいろんなそのマスカムにあまりなんか自分を宣伝したり出てないのに、なんか講演をするだけ、そういうなんか情報だけにお客さんが来ていただいている、そういう事態が本当に感謝の気持ちがすごくなんかできて、それをなんか感じたたび毎回またもっともっと自分はそれをなんか繰り返すために、繰り返すなんか答えるためにですよね、答えるためにもっと頑張らなきゃいけないっていう、そういう気持ちが本当にもっとのなんか起きますよね。彼の全てを見届けるために私たちは会場に足を運ぶのかもしれません。ジュンスの今、そのかけがえのない一瞬を分かち合うために。夢ライオン、夢ライオン、ありがとうございます。2016シアフィフスアジアツアーコンサートインジャパンシグネチャー、 JYJ のシアジュンス4枚目のフルアルバムを引っ提げてファン待望のカムバック来日公演決定。7月5日6日横浜アリーナ、8日9日パシフィコ横浜国立大ホール。皆さん、追加公演が決まりました。パシフィコ横浜で会いましょう。詳しくはウェブで。